前回のあらすじ、家がぶち壊されてキッズが発狂するも、どんどん発展していき最終的にはネザーへ。ということで今回は、この山すべて整地していきます。今回の構成はネザー行ってエンド行ってエリトラを集めてから、死ぬほど整地をしていきます。で動画ハントゴミはこんなバカな企画に賛同してくれないので、ネザーとエンドの探索が終わってから整地することを伝えます。なので動画構成的に途中まで作っちゃってるので整地することに反対できないようにします。やってること悪魔だぞお前。はいじゃあみんなネザー行くよ。今回はネザーとエンド探索するだけの楽な回だからみんな頑張ってね。ええ俺が一番だぜ。お前らはどうやっても俺より下なんだよ。ちゃんとキッズだなこいつ。ラルさん装備ないと思うんで余ってる革装備あげますよ。おお助かる。オラーラルキル物資よこせ。ラルさんこいつ倒してもいいですか。まあ倒されて妥当なやつだからいいよ。はいじゃあネザー要塞と歪んだ森探しに。わああっち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 。へっへっへ燃やしてやったぜ。おい俺アイテム燃えて全ロスしたんだけど。マジでダルミン先輩だろ。おいダルミン、お前味方殺すなよ。いやいややられるほど。落とさないでー。オラ落ちろ。なんか俺が悪いことしたって言うんですか。悪いことしかしてないだろ。というかラルさんこれってただの作業中になりたいっていうシリーズですよね。別に嵐クラフトとかじゃないですよね。まあめっちゃ荒れてるけどそうだね。なんでみんなこんな殺しまくったり無意味なことしてるんですか。うおーオーケー。なんで自らマグマに飛び込むんだよ。はいじゃあみんなこの道にダルミン入れないように気をつけてねー。よしやったぞ。じゃあラルさんここ壊してダルミン来れないようにしておきます。あ、全く関係ないスカイ光落としちゃった。まあでもスカイ光だからえっか。ダメだろ。ラルさん青森見つけました。え、マジ？早くない？じゃあパパッと倒してエンダーパール集めちゃいますか。うわぁ。ラルさんなんでゾンビピグリンにやられてるんですか。間違って殴ったら襲われた。やっぱバカじゃないですか。ってことで死んだからさっきの青森に戻ろうとしてるんだけど、なんか明らか妨害してるやついない？ふっふよく来たな。俺はダルミン。俺を倒してからこっ。いや無視して普通に突破するわ。え？引っかかったな。そこはトラップなんだよ。俺を倒してブロックを入手しないとここは突破できないぞ。だから言っただろ俺を倒さないとここは。しょうもなすぎるって。ここどうにかしないとここ通れないな。へっへっへもう諦めるんだな。いやこれドア壊せばワンチャンダルミンの方にホグリン突撃するくね。うおーダルミン撃破ーやったー。いや別にそんな喜ぶことじゃないですよ。おい誰かアイテムちょうだい。ダルミンにやられまくったからアイテムもうないわ。じゃあラルさんダイヤ剣あげますよ。でもその代わり絶対ロストしないでくださいね。大丈夫大丈夫もうダルミンもここにいないから死ぬことはないよ。じゃあ私ちょっと飲み物取ってくるからこの中に入ってるね。ダルミンが来たら守ってほしい。おいなんでこんな殺されなきゃいけないんだよ。なんか私が悪いことでもしたか。ごめん反射的に落としちゃった。反射的に私を殺そうとするなよ。おいラルさん来てくださいよ。なんだまた私を殺そうとしてるのか。ラルさん人間不信になってませんか。その人間不信の原因はお前だけどな。皆さんに重大なお知らせがあります。ダルミンはもう更生します。どうする。信用できないのでここで殺しておきましょう。ということでエンダーパールとブレイズロッドを集め終わりました。え、集めるシーンは。私が弱すぎて戦力外通告されてずっと畑を耕してたので、もちろん見どころゼロで全カットです。まあそれはもちろんエンドラ討伐にも言えることで、3時間の苦労が3分になりました。こんなダイジェストで見たら感動もクソもない。ということでエリトラを取るためにエンドシップがあるエンドシティに来ました。まあツルハシがないのでめちゃくちゃヤバいんですけどね。じゃあどうすんの。一応27個エンドストーンはあるけど、できれば節約したいから水バケツで登るかな。よし頂上に到着。めっちゃカットしてるけどマッチで水バケツオンリーで登るの難しかった。勝ったわ。よっしゃー。じゃああとはここにあるエリトラを取るだけですね。あー、私の3時間が消えた。ということでラルさん来てください。結構物資集め終わったので資源サバじゃなくてメインサバの方でトラップタワーを作りました。ちなみにこれ結構高いところにあるけど登ってくる途中で事故とか起きないの。いや余裕で事故は起きますよ。ダメじゃねえか。まあでも半数は意図的な事故なので安心してください。意図的な事故とかもっとダメだからな。おいめっちゃ物資落ちてるじゃん。しょうがねえ、知ってる人の物資だけ回収して渡しに行くか。まずいまずい、俺も物資回収しないと。マジで結構な人数落下死してるな。で話を戻すと、この上にトラップタワーがあるのですが、これはただのタワーではなく現世における最大効率のトラップタワーになります。おーすげーな。ってことでラルさんも試してみます。試してみる。マジで全く敵モブが落ちてこないんだけど。いやこの子で始めたらすごいんですよ。そんな保護者面してまでかばわなくていいって。ちなみに普通これ1分にどのくらいモブ落ちてくるの。だいたい1分200体ぐらいですね。ていうかこれトラップタワーが機能してないの。ワールド内に人がいすぎてモブの脇がこのトラップタワー内に集中してないからじゃないですか。絶対それだな。ということで死にスタイ外資源サバに移動してもらいました。なんで俺だけここに残ってるんですか。理由は単純明快。抜けろって言っても抜けなかったから。ゴリ押せば残れるんすね。こういうの。お前
こっちはいつでもバンできるってことを忘れるなよ。まあにしてもトラップタワーの脇はめちゃくちゃいいな。そうなんすよ、なんせ現世最高効率ですからね。シニスタに関しては何もしてないだろ。ラルさん、そういえばこのサーバーって個人所有禁止ですよね。禁止ですね。ということで今回は僕が裏でこっそり溜め込んでたアイテムとか施設を紹介しようと思います。お前今私の日本語通じてた？まあまあそんな格下せずに降りてきてくださいよ。おいマジで隠す気満々の入り口じゃん。でここが村人厳選していく場所になります。一応村人を理論地にして収容しています。これ独占しないで全体で共有すればいいのに。いや考えてみてくださいよ、ここを全員に解放するとしますよ。こんなの村人殺されて終わりじゃないですか。確かにそれはそうかも。でここがアズキトールが作ったホグリントラップです。めちゃくちゃ効率がいいってわけではないですが結構肉が手に入ります。なるほど。それじゃあラルさん、亀納豆が終わったと思うんで俺の方も見てください。こんな感じのゴーレムトラップが作れます。効率はうんちですが鉄が無限に出てくるのでいいと思います。こんな感じで落ちてきて燃えますね。いいってそれ体現しなくても。ラルさん、僕のアイテムが盗まれました。あマジか。ちょっと盗まれた時の録画あるので見てくださいよ。ジェ誰奪ったんだ、誰全員殺すよマジ怖っ。ジェ出さなかったら怪しい人を殺すよ、はい、おっしゃーやっちゃー。田中田中お前か。まあいいや、違った普段の行動が怪しい人誰見んとこだ。なんか押してたけど声で合ってますか。このブーツは違うな普通に。違う。ダルミンまず殺そう。ということでダルミン殺したいんですけど、今ダルミンってどこにいます？めっちゃ飛んでるよ。ちなみにダルミンのエリトラの色は黄色っすね。多分それ僕のエリトラなのであいつ盗んでますよ。さえ、これ倒していい？いいよいいよ。受けたらめっちゃ楽しいの。ということでラルさん、突然呼びましたけどここってどこだと思いますか？うん、シニスタの秘密基地とか。なんで当てちゃうんですか？まあさっき亀納豆が紹介してたみたいにこっちも理論地うんちゃらかんちゃらですよ。でこの松本人のおかげで棒をエメラルドに変えられます。なんで私の本名を村人に名付けるんだよ。ラルさん最近ふざけてこんなスキンを着てサーバーに来る愚か者がいるんですよ。あーデコポンだね。で彼は動画班に復帰するやいなや撮影に参加する頻度も落ちてしまいました。ということで彼の固定スキンをこの女スキンに変更させてキャラまで女にしましょう。いやいやだな。だってデコポンそうなったら喜びそうだもん。それはそれで失礼ですよ。というか男性を女性キャラにすることってできるの？いやできるかもですよ。もしかしたら実は鈴鹿さんも男性かもしれません。それはそれでおもろいからいいや。じゃあデコポンのスキンをこれに変えましょう。もろ鈴鹿さんやんけ。デコポン鈴鹿さんのこと好きだから喜んじゃうよ。それはそうかも。ラルさん助けてください。今回の企画なぜかツルハシ必要ですよね。まあそうだね。でもそのツルハシがダルミンに盗まれたんですよ。え？さっきユイトンがダルミン倒してその物資回収したんじゃないの？いや回収したにはしたんですけど、あいつ重要な物資はエンダーチェストに入れてるせいで僕の装備をほぼ取り返せてないんですよ。あ、それはご愁傷様やね。デラルさんがダルミン脅して物資取り返してくれません？いや私は中立だからそれはしないかな。まあ TP するから本人と話してみてよ。おいダルミン、マジで物資返せよ。うんちうんち。舐め腐ってるだろこいつマジで。これ裁判案件だろマジで。というかいくら殺されてもエンダーチェストの物資は盗まれないからダルミンの一人勝ちすぎる。というかそもそも俺が盗んだっていう証拠はあるんですか？え？お前がエンダーチェストに入れたんじゃないの？いやだってあなた俺のエンダーチェストの中身見てないじゃないですか。見てない状態でどうやって俺が犯人だって決めつけてるんですかね。確かに言われてみればダルミンが盗んだ証拠なんてないしな。ラルさんなんか録画とかに映ってたりしないんですか？あーワンちゃん映ってるかもな。ってことで見ますか。これラルさんの視点。そう私の視点。なんでこれゆっくりと生声が混ざってるんだよ。いや本当は普通に私の声も入れてよかったんだけど、もともと生声取るつもりなかったから声入れ忘れてます。でこれが例の問題のシーンですね。このツルハシとかがアズキ通るのだから撮った人が映ってるはず。ウーニュイトンもツルハシ撮らなそうだな。あおいさっきまでだんまりだったシニスタが全部アイテム盗んでるじゃねえか。エジェイル確認なんだけどさ、実はシニスタってバンされてたからパート2から途中参加じゃん。もしかしてあの装備とかエリトラって盗品？盗品っすね。おいあいつこっそりアイテム全部盗んでるガチクズじゃん。クック私は気づいてしまいました。実はダルミンが窃盗犯じゃないということに。私とジェイルは自分の録画でダルミンじゃない人がアズキトールの物資を取ったのをこの目で見ちゃったんですよね。いやめちゃくちゃ考察してる中申し訳ないんですけど、俺アズキトールの物資盗んでますよ。は？いやいやちょっと待って、私さっき別の人がアズキトールの物資盗んだの見たんだけど。いや俺誰かが死んだ時の物資盗んでアイテムがまんまアズキトールのだったんで、多分アズキトールのやつだと思いますよ。うん、え、じゃあ初めはアズキトールが死んでその物資がシニスタに渡って、それが死んでダルミンに渡ったってこと？なんでバトンリレーみたいに俺の物資運ばれてんだよ。もうカオスになりすぎだろ。ラルさんお話があります。俺のスキンが変わることになりました。今まで白クマだったんですけど、そういえばラルさんも白クマでキャラ被りしてたので
て買えますね。そうだ、私シロクマだった。で俺はこれからペンギンとして生きていきます。あとペンギンになったのでシロクマの時にやらかしたことを今懺悔しますね。ジェイルの装備を盗みました。ちなみに返す気はありません。返す気あってくれよ。ジェイルの装備欲しけりゃくれてやる。俺が持ってる殺しに来い。ラルさん、あいつ倒しに行っていいですか。うん、ザロー DM に送っといたから攻めに来な。まあ鬼のスピードで逃げていったけど絶対捕まえられないじゃないですか。ラルさん、ちょっとツルハシ集めに関してお話があります。いや、マグマに潜りながら話されても頭に入ってこないんだけど。いや、でも耐火ついてるから関係ないか。普通に耐火ついてないので体力やばいです。助けてください。じゃあなんで自分からお前マグマに潜ってんだ。あ、死んじゃった。じゃあそんなかわいそうなラルさんにプレゼントあげます。ラルさん釣りは好きですよね。嫌い。ラルさん釣りは好きですよね。圧かけてるじゃん。もうまあじゃあ釣りは好きです。好きです。じゃあそんなあなたにこの釣り竿を無料であげます。エンチャント内容を見てみてください。めちゃくちゃ強いんですけど、それ消滅の呪いついてるんですよね。ってことはラルさんが死ぬとその釣り竿は消えるんで、絶対に死なないようにしてください。おい、私の責任重すぎだろ。じゃあもう開き直って余裕でロストしてやるからな。開き直らないでください。ラルさん、過去一大事なお話があります。うん、どうした？この度亀納豆、動画班という陰キャ集団にいるにもかかわらず、なんと彼女ができてしまいました。え、亀納豆マジで彼女できたの？ラルさん、亀納豆バンしましょう。そうっすね、自分もバンした方がいいと思います。いや、まあ嘘なんですけどね。やっぱり亀納豆降格しましょう。今までありがとう亀納豆。ちなみにラルさん、今のネタ見て気づいたことありますか？実はこれ過去動画でボツにされたネタの再利用なんですよね。もうお前の言うこと絶対信じないからな。ということで皆さん、装備集めお疲れ様です。まあまあいいツールとか装備が揃いましたよね。サボってたので集めてません。じゃあお前は徹夜で集めてこい。で今回何の企画するか説明していくんですけど、今回はひたすら聖地していきます。でもどうせクリエ使うでしょ。使いません。コマンドは使いません。ワールドエディットはなんで私に対してそんな信用ないんだよ。まあこの動画が上がるのが遅かったらガチで掘ってるってことですよ。デラルさん、結局どのくらいの範囲掘るんですか。うん、予想だけど今私の登録者って16万人ぐらいじゃん。そうだ、160万ブロックホロー。ということで異論はないですね。異論しかないんですけど。まあまあ10人で分ければ1人当たり。いや、過去みんなで15万個掘ったのに次はその10倍ぐらいなの、ヤバくないか。だからヤバいって言ってるじゃないですか。確かに言われてみればやめた方がいいな、この企画。これやったらマジで1週間とか普通に潰れそうだしな。ラルさん、何言ってるんですか。僕は掘る準備できてますよ。あ、ツルハシ集めろって言った私がバカだった。まあそんな今から鬼畜企画を頑張るラルさんにプレゼントあげますよ。エンチャント済みのネザライトツール一式です。これネザライトって名前に変えただけの石ツルハシじゃね。いやそんなことないですよ。じゃあ分かった、もらった斧で掘ってみるわ。いや、エンチャント済みのネザライト斧にしてはめちゃくちゃ掘るの遅いじゃん。お前これ偽物だろ。すみません、これでラルさんを喜ばせたくて。ああ、私のためを思ってやってくれたのね。それだったら全然いい。いや、こうやってラルさんを喜ばせる優しいキャラでリスナーの好感度を上げようと思って。やっぱダメだな、バンするべきだこいつ。うわぁ。あ、なんか物資落としちゃった。これは申し訳ないし TP しとくか。うわ、ラルさんがゴミの矢車を倒していじめてる。いやいや、騙されてツールもらったから倒しただけだよ。なんでツールもらったのに倒してるんですか。確かに言われてみれば、ここでお前も倒して証拠隠滅するか。まずいこいつ、サイコパスだ。あとラルさん、結構おもろい話ありますよ。どうせ亀納豆みたいにしょうもないことだろ。いや、亀納豆とは違って嘘の恋愛話ではなくガチの恋愛話です。ちょっとラルさん DM にホクホクな LINE のスクショ送ったので見てくださいよ。うわぁ、中学生の恋愛みたいな感じで聞く。こういう青春してるような LINE 画面を見てる時が一番性を実感する。言い方ちょいっすね、ラルさん。で、あずきとおるはこの子と付き合ってるの？いや、このやりとりは小学生の時ので、中学生になったら付き合おうみたいな話だったんですけど、中学生になった今疎遠になっちゃってどうするか悩んでるんですよね。オッケー、じゃあ高評価が多かったら告白しよう。いや、僕の気持ちはガチなんでそんなことで告白したくないです。おお、真面目だな。まあでも決心しました。その子ともう一回連絡取って告白してみます。多分この撮影だいぶ長く続くと思うので、動画の終わりの方で告白の結果伝えられると思います。告白までコンテンツにしてくれるの YouTuber 魂だな。てか、みんなめちゃくちゃ掘ってくれて助かる。ラルさん、これって山もキャスバーイ、ツルハシと喋ると斧の班に分けた方がいいんじゃないですか。確かにそれはそうかも。はい、じゃあチーム分けするから、みんなやりたいところに入ってね。白は喋る班、黄色は斧班、赤はツルハシ班。で、紙をチェストに入れるから、これに自分の名前を書いて投票してね。ラルさん、経験値ないのでかまどこで命名できません。あ、じゃあ今回は特例で命名用の経験値だけエンチャント瓶で与えますか。ラルさん、そんなことしなくてもいいですよ。もっと厳しいやり方で経験値をみんなに配布しましょう。あ、確かに。じゃあコマンドブロックでゾンビを出して、それを討伐させるか。ラルさん、このサーバーではコマンドブロックは使えないですよ。じゃあしょうがないな、無理やりモブ出すか。ボーデン4体。おい待って、それはエグすぎる。うわふん、最初の犠牲者は MK ですね。おい、まずいぞ、みんな急いで資源サーバーに逃げろ。このサーバーにいたらボーデンに殺される。あ、待って、ボーデン1体でもやばいのに3体一気に来られたら無理だって。
あらあら鈴鹿さんもやられちゃいましたね。まあこんな風にやられて物資をロストするのもかわいそうだし TP してあげますか。こんな大勢まみれのところに TP されても何もできないって。ということでともき、みんな資源サバに逃げちゃったし暴電4体なんて相手にできないから魔法で倒してくれない？わかりました。おあーともきも暴電にやられちゃった。うん、いやともきスケルトンにやられてるやんけ。普通にハードのスケルトン強いんですよ。ザルさん暴電全員倒し終わりましたよ。ナイス。ちなみに経験値出すために暴電出したけどみんな経験値稼げた？稼げるわけないだろ、経験値どころか物資失ったわ。鈴鹿さんは？物資めちゃくちゃ失いました。俺は鈴鹿さんのロストした物資盗んだので得しました。おいお前返せよ。まあ経験値上げられなかったからめちゃくちゃ経験値持ってるやついるか？僕は女子参加税にならあげてもいいですよ。鈴鹿さんは経験値が足りないと思うのですでに鈴鹿さん用の紙は作っておきました。お前女子参加税にだけひいきすぎるだろ。あ、ザルさん渡したいものがあります。ザルさん用の投票用紙1スタック分です。これで全部の役割担当できますね。おい私を過労死させる気かよ。こんなもん全部燃やしてやる。私は動画半とゴミに働かせるつもりだからな。終わりすぎてるだろ。それじゃあみんなの希望役職を確認していきますか。まず全く立てた覚えがないこの現場監督という役職。ヌビトシニスタと花が希望してますね。まあピクミン中毒者のシニスタはなしとして、結構前のシリーズでも活躍してリーダー資質があった花とヌビに監督は任せますか。そしてシャベルはユイトン。鈴鹿さん、リア、グラント残りゴミですね。まああとは説明なしでもえっか。こういう全員の立ち絵出す編集めんどくさいんだよな。メタすぎるミョン。ラルさんやばいですよ。鈴鹿さんが頭おかしくなって素手で石掘ってます。もう壊れちゃったよこの人。というか鈴鹿さんは雪とか土とかのシャベル担当だよね。なんでツルハシ担当の石壊してるの？担当？何それ。あーもう頭おかしくなっちゃってる。じゃあみんなが頑張って作業してる間目印を設置してわかりやすくしておきますか。ということで建築しました。ともきもう本当に裏方になってるじゃん。まあこれで描写距離32チャンクでギリギリ表示されてるのでマジで作業量バカですね。ラルさん助けてください。カメ納豆に永遠と殺され続けてます。ほんま草。まあカメ納豆は嵐だから仕方ないね。なんで荒らされる方が悪いみたいになってるんだよ。うん、なんかあったんですか。亀納豆が荒らしまくって鈴鹿さんが殺されまくってる。ラルさん鈴鹿さんに装備とかあげたのもったいなかったですかね。亀納豆とかに殺されまくってるし。いや亀納豆は執着がやばいから普通の人でも逃げ切れないよ。やったー物資だー。うー鈴鹿さんすみませんでした。悪意はなかったんですよ。悪意しかなかっただろ。まあでも今回だけは許してあげます。えマジありがとう。え鈴鹿さんと仲良くするの許さない。こっぱこいつ。ラルさんちょっとお話があるんですけど、このスキン着てれば姫として囲われて物資と隠れそうじゃないですか。確かに。なので誰かこのスキンに変えちゃいましょう。うん、女参加者だったらレッピーとかかな。鈴鹿さんはどうですか。いや鈴鹿さんは犬のイメージが強すぎるからダメ。うわーシニスタちゃん可愛いね。どこ住み？いつ会える？うわともきがおじさんムーブしてるよ。これどっちも中身男子中学生なのきつすぎる。おいなんで亀納豆そこで放置してるんだ。いやいやラルさん忘れたんですか。放置っていう役割を作ったじゃないですか。そんなの作った覚えねえよ。なので俺は徹底的に放置します。今からアニメ見てきます。撮影中にアニメ見るなよって言おうと思ったけど、私も結構撮影中に飯食いに行ったりアニメ見たりしてるから何も言えねえわ。ラルさんの方が放置の才能ありますよ。あと NK も見に行ってあげてください。うん、NK お前は何してるんだ。僕はどこの担当にもめんどくさくて入ってないんですよ。でも放置しても暇なので放置担当にも入ってないんですよ。ということでラルさん、僕は何したらいいと思います。まあ真面目に作業は NK 無理そうだし、嵐担当とかになったら。いいっすね、嵐頑張ります。あーこうやって嵐が増えていくのか。よし行くぞー。嵐こそ僕の使命。犬飼いたちにスターをここで爆破してやる。ふっく甘いな。最強装備を着ればそんな JNT 一つぐらいだったらノーダメですよ。いやなんでユイトンも女スキン着てるの。こっちの方が着てて楽しいです。なんやそれ。うおー、TNT で一気に大爆破だー。え？そこから TNT 落としたらまずくね？ふっく、とんでもない被害が出るはず。NK 含めて7人死んだぞ。ちなみに、TNT が複数あったので7人全員分の物資は全部ちゃんとロストしましたね。NK マジで地獄に落ちてくれ。ラルさん資源サバの方もめっちゃ荒れてます。もともとここにチェストあったんですけど爆破されてチェスト内のアイテム全部消えてるんですよね。うわみんなアイテム消えてかわいそうですね。嵐が何言ってんだ。じゃあ詳しく知ってる自分が情報説明しますね。まずゆでうどんとあずきとおるが PVP してたんですよ。そこに自分が入ってその戦いで流れてきたクリーパーを連れてきちゃって、チェストを破壊しちゃって放置してたらアイテムが消えちゃったんですよね。いや、百鼻が悪いやんけそれ。え？クリーパーが爆破してたのを自分が放置してただけですよ。そのクリーパーお前が連れてきたんでしょ。うん、じゃあやっぱり100お前が悪いやんけ。ラルさん聖地作業には食べ物も大量に必要ですよね。まあ必要だな。ということで今回僕はネザー最大効率のホグリントラップを作りました。とんでもない速度で皮と豚肉が集まるのでめちゃくちゃ最高です。ちなみにこれって誰が作ったの。僕とシニスタですね。エアのピクミン中毒者も頑張ったのか。すげえなー。ラルさんちょっと話したいことがあるので田中と NK を呼んでください。はい2人 TP したよ。でラルさんこの3人の共
通点って何かわかりますか？バンされる予定の人とか？まあ花はされるかもね。されねえよ。まあ正解はこの3人は動画班に同タイミングで昇格した同期なんですよ。で問題なのがこの中で田中だけ圧倒的に人気。それが許せない。自分も NK ももっと人気になりたいんですよ。ということで今回アスレチックを準備しました。この3人で勝負してこの中で勝った人が一番人気になるべきです。ということでやりましょう。なんかめちゃくちゃ人増えてね。期待って人を全員招待してたら大量に来ちゃいました。じゃあ3、2、1、スタート。イエーイ。うわー。ということで勝者花。いやまあこの勝負勝ったからどうってことはないんだけどね。ラルさん、俺はウーパールーパー出す方法見つけました。ってことでまずウーパールーパー出してください。そして周りにジャングルの苗木を植えて、その中にネザライトブロックを投げてください。でこれを俺が回収して。うん、なんか怪しくね。へっへっへ、騙されたな。ウーパーなんて出す方法なんてないんだよ。これは俺がネザライトインゴットをガルチルから奪い取るための嘘だ。いやお前今 TNT で囲われてるけど大丈夫そう？あっぷね、急いで抜けたわ。ラルさん作業で疲れましたよね。今回ラルさんを癒すために花火を準備してきました。ということでラルさんはこの椅子で座りながら見といてください。じゃあ行きますよラルさん。はいよ。お、普通に綺麗だなこれ。てっきり花火って言って大量の TNT で大爆発起こると思ったわ。もう頭おかしくなってますよラルさん。ああ、あとよく見てもらえればわかると思うんですけど、星とか丸とかいろんな種類の花火があります。ああ、こんな花火を彼女と見てみたい人生だった。勝手に悲しくならないでください。ラルさん後ろになんかありますよ。ああやっぱりこうなっちゃうのか。おいお前ら準備できたか？亀納豆が戻ってきたら即座にこの TNT を着火するぞ。おい亀納豆入ってきたぞ。着火したから逃げろお前ら。うおーいけー。うわー、今ので全部シロストしたんですけどどうしてくれるんですか？まあ騙して物資奪おうとしてたから自業自得だろ。ラルさん気づいたことがあります。どうした鈴木？いや鈴鹿さんのスキン来たヌビだったわ。これ来た状態だったら何言っても鈴鹿さんのせいにできるので最高ですね。ちゃんと終わってるよお前。でさっき俺は不正行為を働いた亀納豆を TNT で潰したじゃないですか。その時に気づいちゃったんですよ。俺 TNT 使うの好きだって。やめろ嵐の才能を開花させるな。ということで俺は嵐連合を作ります。この連合では協力してメインの目標を妨害していきます。もはやアンチやろお前ら。ということで入りたい人は俺の DM に連絡ください。まあそんなところに行くやつはいないから大丈夫。いや田中とゆでうどんとか終わってるメンツが入りたがってるわ。ラルさん今掘ってます？うん掘ってるよ。そっちにビーコンとかってあったりしますか？あ、やっべービーコンの存在完全に忘れてた。じゃあちょっとビーコンに必要なウィザースター集めに行きますか。はい、じゃあウィザー召喚するよ。よし、1体目、2体目、3体目。ラルさん、あっちの聖地場所にボコボコなんでこっちに聖地場所移しませんか？え？いや、あっちの方結構すでに掘ったよ。今から帰るってなったら今まで掘った50万ブロックぐらい実質リセットになるけど。リセットしましょう。マジでバカかよ、お前。ってことで今更ながら石を掘った数、土、草を掘った数のカウンターをつけました。1位はジョジョ園ですか？ジョジョ園はありません。1位はまあ現実的に動画の最後で宣伝してあげるみたいなそんな感じか。え？なんでビーコンの代わりに古代都市のやつ設置してるの？おいふざけんな、誰が俺のビーコン盗んだんだよ。作業してないやつが盗んでたら呪うぞ。ラルさん動画投稿するまでビーコンに関しては内緒で笑。あ、ビーコン盗んでたのも嵐連合の仕業だったんですね。あとラルさん俺のマント見てくださいよ。マントでジャババンの宣伝してます。このサーバージャババンの人しかいないからここで宣伝しても意味ないだろ。マイクラのサブアカ買う人もいるかもしれないじゃないですか。サブアカ買うやつなんているわけないだ。あ、ごめん私買ってたわ。ラルさん、お話があります。ヌビが嵐連合を作りましたよね。ということで僕も反嵐連合を作ります。これで嵐連合をぶっ潰すぞ。でメンバーは？いません、絶賛募集中です。誰か反嵐連合に入りたい人を。誰もいませんねこれ。ということで聖地終わりー。ちなみに鬼活躍した人はこの5人になります。それじゃあバイバイ。